衝撃の引退宣言で場を大きく動かした桑田。次世代のエンターテイメントに金を出したがる虎の面々。最終決断を目前に手に汗握る二人の志願者。それぞれの思いが交錯する中、いよいよ最終決断の時は迫る。男たちの挑戦、その一部始終を目撃せよ。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。著書令和の虎、Amazon で予約開始です。就活生諸君、ガチドラの申し込みは概要欄から。オフ会の申し込みも概要欄から。正直本当は組むんだったら令和の虎引退しようと思ってて、ぐらいやるんだったら引退するわ。じゃあお願いします。お願いします。すぐ目がというわけで新メンバー加入ってことですか。やりたいかもしんない。お二人がさっきからね、なんか僕たちは頭良くないんでって言ってらっしゃいますけど、少なくともコミュニケーション能力がすごくあるじゃないですか。めちゃくちゃ高いっすよね。聞いていいですか、はい、学校歴というかどこまでですか。高卒です。僕は高卒ですか、はい、学校の勉強はそんなにできなかったんですか。もうほとんどできなかったです。できなかった。うん、だから全然さ、その大学行ってるからどのことは全然もちろん関係ないのは僕もよく分かってるんだけど、とても素晴らしいと思いますよね。そうですね、うん、ありがとうございます。で、今日はね、控え室の方では僕の方がまだこちらよりは喋れるから僕は出るんですって。全然喋れてるじゃん。いやいやいや、いや素晴らしいなと思いますよね。でも桑田さんをうちの番組から取るのはダメ。じゃあ、ね、そのね、これからのニュージェネレーショングループ大オーナーじゃなくてね、最後のチャンネル、最後のチャンネルメンバーで、その最後のチャンネル3人でくるくる回すとか、ここの席を。はい、だからそれダメだ。いや、喜んでやります。それも金ないですよね。はい、はい、はい、これ全国ライブってこう、例えば今日全部全額出た場合にですね、いつからこう活動されて、いつまでみたいな。福岡の夜を彩るインベスター、株式会社 J ゲート代表投資家足立一平33歳。クールな見た目とは裏腹に、その投資スタイルはバリホット。若者たちの夢にベットし続ける男の野心を満たす志願者は現れるのか。いつからこう活動されて、いつまでみたいな。で、47都道府県回るみたいな。就活生諸君、ガチドラの申し込みは概要欄から。就活のトラチャンネルも登録お願いします。基本的には、はい、短期間で、まあその 2,3 ヶ月で回っていきたいなと思ってます。 2,3 ヶ月、はい、来月とかからですか。まあやっぱり今夏、まあその発酵を抑えるっていう部分でやっぱりその段取りを組むっていう準備期間がまあ必要かなと思うんですけど、まあ、それに関してもできるだけ迅速にやって、まあ年内ぐらいには絶対やりたいなと思ってます。なるほど。ちなみに福岡ご出身ですか。はいはい、僕今福岡で仕事してます、はい。ちなみにまあ全く関係ないですけど、僕も仕事の関係で CD とか出したことあるんです。はい、でまあ福岡のその音楽系の知り合いも結構いるんで、はい、まあ多少事業的にも協力できる部分はあるかなっていう感じですね。僕も全然出したいなとは思ってます。ただ具体的なものがもうちょっと足りないなとは僕も感じてます。僕もメンバーになりたいんですけど。出しますね、じゃあ。出します。具体的とかメンバーになっていただいて、はい、っていうことが、はい、条件付きになっちゃう。なりたい。実際自分たちが朝なんか言いたいことがありそうなんで、はい、さんどうぞ。確か学習塾経営してますね。っていう、使っても使われちゃう。小林さんが、僕もめちゃくちゃ大好きです。あ、そうなんですか。なんかそのもう学歴とか何も関係なくて、本当にめちゃくちゃ必死に考えて生きてきたのが伝わるし、うん、なんか筋がすごい通ってるなっていう、うん、僕筋通ってる人大好きなんですよ。から僕も大好きになっちゃってるんですよ。いいじゃないですか。そうですね。めちゃくちゃ令和の虎プロデュースの YouTuber って面白いじゃないですか、うん、なんか新たな視点としては。
いや例えばすごいみんなで均等にね出して、はい、で本当にプロデュースしてなんかバックアップしてみんなそれぞれの社長の力借りてなんかでかいことやれるかもしれませんもんね、うん、バイト先とかは僕が提供するとか、 なんかそれぞれできることがあると思うんですよね。はい、はい、ものすごい同年代でなんかああ一緒にやりたいなお願いします。歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田流星33歳、年商10億、緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト 2.0 時代を牽引、アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う。ああ一緒にやりたいなお願いします。あの上から目線申し訳ないですけど迷ったら行動だと思います。でもあのそんなあのいやいやめちゃくちゃお前立ちじゃないからお前立ちじゃないからこっちじゃないからこっちじゃないからあっちに座ってこのスーツ脱いでそちら側に座って単独見ないで一回絵で写してください。こっち側にいいですか。椅子を1個やって3人で1回ここにいるので確認した方がいいですか。スーツ置いて僕はそっち側の席に行きますよ。前代未聞、新メンバー桑田が志願者として参戦、異例のタイガーファンディング、虎が虎へと食らいつく。こういうユニットこういう感じで違和感ないっす。全然違和感ないっす。もともと3人で来てらっしゃいましたっけ。そうです。おう、ほんと本当にあの10年代の中で、はい、そうやってました。3人組です。はい、はい、まあ年齢も一緒ですしね。はい、そうなんですお願いします。まあ、歌舞伎町という共通点もあります。確かに歌舞伎町です、はい、確かにお酒を運んで僕は売ってます、はい、需要と供給が回ってます、はい、ここで回っていく、はい、回っていって、はい、さあもうクロスにしましょうすいません。はい、まあ、あのこれだけのプレゼンテーションもしていただいたので、あのこれ以上ね、まあこれ以上というかいろいろツッコミどころはきっとあるんでしょうけれども、今の段階でもう皆さんが結構あの出したいムードが満載なので、あのじゃあ悪いけど俺一人占めしたいようも OK だと思いますから、あのぜひ一人一人聞いていきましょう。最終決断です。はい、じゃあ野田さんいかがでしょうか。そうですね、やっぱ思いの部分で半分で、もう半分がなんかコラボできることで何かこうなんだろう、刺さるものがあったら全額出したんですけど、そうですね、やっぱこれですね、これ、うん、半分で。はい、わかりました。野田さんは275万円です。はい、はい、どうぞ。100万出します。100万、はい、はい、まあ、エンターテインメント性がすごく高くて、まあちょっとその夢を僕も一緒に応援したいなっていう気持ちで、はい、100万円。はい、足立社長100万円です。小林社長。僕も100万円出します。もう迷ったら行動するしかないもうそれ言われたら出すし、ただまあ独り占めとかはあんまり、あのもう皆さんの力とか全部変えた方がいいと思うんで、うんうん、3人お尋ねして現在475万円です。あと75万円になりました。はい、あといくらっていうことを考えずに桑田さん、はい、答えどうぞ。僕が行きますっていうのはボケです。いやどう。いや突っ込まないと。ああ、いや。僕は多分これ以上の価値はあるんで、その金額がいくらかちょっと算定できないんで今のところ、その一応200万っていう形にしておきます。はい。わかりました。はい。後で林さんには聞きますが、一旦この時点で、550万を超えました。はい、ね、675万ですよね、もう。すでにオールということですね。まずおめでとうございます。さあ、ここからが、ね、あれです。林さんどうですか？こういう時はもう出さないですかね？そうですね、新しいケースで、はい、あの、すごい、どうしようかなと思ってるんですけど、僕もすごく応援したいので、はい、関わっていきたいんですけど、はい、そこでなんかお金を出してないと、うん、なんか関わっていくのも、なんなので、うん、まあ、あの、いくらかは皆さんで決めていただいていいんで、あの僕も、はい、あの、あの、チラッと入れさせてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、さあちょっと皆さん話し合いしましょう今から。はい、なんかこんなのって今までかつて昔も含めてなかったはずなんですよだって5人全員が出したんですよ、うん、間違いなくなかったですよ今まで、うん、彼らのプレゼンテーションを受けて、
自分が一緒に彼らと共にね何かをやりたいと思ってらっしゃるならば、誰かを弾いてこの人とこの人を抜きにしてっていうのなんか嫌じゃないですか。だとしたら例えば一旦野田さん、そして桑田さんも出していただくと500万ですよね。1,2,3,4,500万ですよね。で、500万は皆さん均等な形で出す形で、残りの50万をさらに5人で割って110万ずつ出すという感覚もあるかもしれませんね。それか今725万までかな来てるんですよね。いっそそれだけ全部出しちゃうのかっていう話ですけど、僕基本的には彼らは550万という金額の希望で来られたので、上積み OK にはしたくないです。番組的に。なので、550万に留めたいっていう前提で、皆さんご意見くださいませんか。今のは僕の一案です。問題ないです。僕も問題ないです。問題ないです。全く。野田社長が半額出したりとかないですか。僕が半額出した場合は、結構独り占めしていいんですか。もう基本的に大株主みたいなイメージが全然ありますよね。であとはそのリターンが大きくなるんじゃないですか。2割か3割なんか金利みたいなのが作って、はい、それが大きいとか。活動拠点東京なんですよね今。はい。ああ、そう。ってことは多分その野田社長の会社の PR っていうので、うん、なんかこう場面で行くっていう形の方が。そっか。で、拠点は東京にしてもらって、うん、あ、申し訳ないですけど、いや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 歌舞伎町にいてほしい、申し訳ない。めちゃめちゃ強気ですよね今日こそがですよね、メンバー、うん、はい。じゃあ、桑田社長、わかりました。じゃあ、5人で協力する形で。あ、そうです、それが僕も一番いいと思います、ね。うん、お三方は一旦100なので、さらに10万上積みは大丈夫ですか。はい、OK ですか。 OK ですか。では改めて野田社長110万、足立社長110万、小林社長110万、桑田社長メンバー、あ、違う、桑田社長110万、高井社長110万、合わせて 110×5 で550万ということで、世にも珍しい形になりましたけれども、全ての虎から均等にお金が出て550万の見事なオールということでよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ改めて拍手をおめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ一旦皆さんからちょっと10万の発数を置いといて100万ずつもらってください。どうぞ。同世代なんで。あ、何ですか。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。野田社長もメンバーいけそうだけど行きましょうか。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。パチャ頑張ってください。はい、ありがとうございます。これからよろしくお願いします。ありがとうございます。最後のチャンス、すごい感動しました。ありがとうございます。かつてない形でオールを達成した最後のチャンネルのメンバーたち、すべての虎が金を出したがる異例のタイガーファンディングもまた彼らの作り出すエンターテイメントだったのかもしれない。つかみ取ったオールは最後のチャンネルの始まり。宇宙一のスーパースターを目指すべく男たちの挑戦は続く。虎と志願者を大募集。詳しくは概要欄から。本当か嘘か知らないけども、桑田さんがもう番組降りるっつってなんかね言ったじゃないですか。はい。